スウィフト対等者から連絡は受けている。暴動の鎮圧ご苦労だったな。ウルダ派の難民の動きは把握していたつもりだが、ここ最近になってさらに活発化しているように思える。ラウバーン局長、何か掴んでいるのではないか。貴様らだから話すのだ。他言無用で頼むぞ。先のドマ難民の受け入れ拒否が決定したことに対し、かねてから不信感を抱いていた難民のうち、零細難民の一部が反発。アラミゴ系難民の急進派と一党を組み、王家への抗議活動が行われた。抗議活動は一時自行進まで発展したものの、それでも時間の経過とともに収まりを見せ始めていたのだ。ところがある事件をきっかけに暴動へと急転する。難民の対応に当たっていた同人団の衛兵が抗議に集まっていた非武装の難民に矢を射たのじゃ。これに激高した難民たちは暴徒と化した。この事件が暴動の発端となったのじゃ。初動調査ではあくまで事故だった。しかし事の発端となった衛兵が不審な動きを見せたため、我ら不滅隊が奴を捕獲して尋問したところ、サカツ州のテレジアデレジの息がかかった商人から金をつかまされていたことが判明したのだ。テレジアデレジだと。彼はドマ難民の問題の際には受け入れに賛成する素振りを見せていたはず。なぜそのようなことを。フロンティア計画という名に聞き覚えはあるか。現在いずれの都市にも領有されておらず、北ザナラーンに隣接する地カルテノー平原、あの地を開拓し植民都市を築くという計画だ。しかしあの地は現在、そうだ、アウトロー戦区として戦場になっている。カルテノー平原、忘れもしない第七零祭の中心地だ。同地は零祭後に大規模な調査が行われていたのだが、そこには元より地中に眠っていたと思われる古代アラグ文明の遺跡があらわになっていたのだ。そして現在のカルテノー平原は遺跡の保有権をめぐり三都市が対峙している場所となっている。エオルゼア都市軍事同盟はこの争いを亀裂とせぬために、彼の地で起こった対立の一切を外に持ち出さないという協定を結んだ。これがアウトロー戦区と呼ばれるゆえんだ。戦場となっているカルテノー平原への植民、この無謀なフロンティア計画の出資者こそ九段のテレジアデレジ。奴は同地の状況を知る立場でありながらこの計画を発表した。おそらく計画で集めた多くの難民を引き連れ、彼らを人の盾として各国の軍勢の間に入り込むつもりだ。遺跡を独占するために。
テレジア・デレジメ、フロンティア計画はいわばウルダハが領土拡大を宣言したことと同じぞ。我々王党派との調整どころか共和派、サカツ州の中でも統率は取れていないでしょう。完全に奴の単独での行いです。さっきの暴動騒ぎも難民たちにウルダハでの暮らしを諦めさせるための仕掛け、ドマの民に理解の立場を示していたのも難民からの支持を得るための見せかけだったに違いない。しかし、なぜテレジア・デレジはそこまでカルテノーの遺跡にこだわる？下手をすれば王家への反逆の罪ともなり得るぞ。オメガ、オメガ、遺跡の調査中に発見された異形の怪物、我々はこれをオメガと呼称している。あまりに巨大なため現在も地中に埋もれたままだがな、遺跡に記された古代アラグ文字を解読したところ、オメガはバハムートを捕らえし者と示されていた。先のカルテノーの戦いの折、ガレマール帝国の将軍ネール・ヴァンダーナスは衛星ダラガブの落下地点をカルテノーの地とした。我々は奴が対バハムート兵器とも呼ぶべきオメガを完全破壊するためだったのではないかと睨んでいる。対バハムート兵器、まさか対万神兵器というのか、あのアルテマウェポンのような。我々も完全に信じていたわけではなかった。しかしガイウスのアルテマウェポンを見た時思い直したのだ。オメガは本物だと。幸いなことに現在オメガはまさに化石のごとく沈黙しておる。だが先のアルテマウェポンの件もあろう、古の蛮神バハムートを撃つという力、そのような強大な力を秘めた古代兵器をもしも手に入れることができたなら。テレジア・デレジの狙いはオメガの確保、そしてそれを武器にウルダハ、いやエオルゼア全土における発言権を確保するつもりだろう。くだらぬ話じゃ。ロロリトと対峙してサカツ州をまとめることもできぬような男にエオルゼアを牛耳れるものか。だからこそ危険なのです。自分の限界を知るからこそ外に力を求める。決して油断はできませんぞ。ネズミじゃ放っておけ。どうせ今のウルダハに機密はなきに等しい。いずれにせよ難民問題には注意しておくべきだろう。これはウルダハだけの問題ではないのだから。